なぜ？インターン初日に僕は一人の女の子に出会った。大丈夫？君は。始めよう。ナイトアイ事務所に無事採用された翌日、僕はインターン初日を迎えた。業務はパトロール兼監視。ナイトアイ事務所は今、市営発災会という小さなヴィラン団体、その若頭千咲という男を追っているとのこと。実際に星の敷地近辺を監視するのはサーたちで、俺たちは周辺区域のパトロール。大丈夫、いろいろ教えるよ。コスチュームをまとって街に出れば俺たちはヒーローだ。油断はするなよ。はい。ごめんね、痛かったよね。立てない？大丈夫？ダメじゃないか、ヒーローに迷惑かけちゃ。帰るぞエリ。うちの娘がすみませんね、ヒーロー。行かないって。死へ発災会若頭千咲。嘘だろ。あの娘さん怯えてますけど。デク君、余計な勘繰りはよせ。明らかに詮索を嫌がってる。警戒が強まればますます尻尾を出さなくなる。無難にやり過ごすんだ。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。わかりました。恥ずかしい話です。人目につくし、こちらに来てもらえますか？あのエリちゃん、待って。なんで？なんだ、もうダダは済んだのか。すみません、ご迷惑をおかけしました。ではお仕事頑張って。インターン初日。